いざという時のために日頃から備えておきたいのが防災用品。でもどんなものが必要でどこで揃えたらいいのかわからない、そんな方々のために区が斡旋している防災用品をご紹介します。さあ始まりました、杉並スタイル。今回担当するのは次男坊主です。お願いします。皆さんよろしく。オッケーオッケーオッケー。近い将来ですね、東京でかなりの高い確率で地震が起きるって言われてるみたいなんですよ。ショッキングね。ワイフとベイビーが危険な目にあっても、俺が守るんだっていう揺るがない自信だけは持ってます。気持ちはね、ありますけどもね。そういう意味の自信を持ってます。気持ちだけでどうしようもないってことありますから。確かにな。今日はですね、いざという日に、必要な役に立つ防災用品を紹介していきますから。なるほど。ちゃんと学んでくださいね。勉強します。行ってみましょう。レッツセキュリティ。どういう意味。それでは、防災課の田村さんにお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。地震が起きまして、収まった後に、水谷さんやっぱ対処としては、なかなか慌てちゃうというか、ちょっと動転ね、しちゃいますよね。そうですね。それでやっぱ正解というか、実際どういった対処すればいいのかちょっとお伺いしたいんですけども、はい、お願いします。はい、まず大切なのは適切な避難行動を取ることになります。避難行動、はい。避難行動は大きく分けて2つありまして、まず1つが、自宅で避難生活を送る場合になります。でもう1つが、震度5強以上で開設される震災救援所というところに避難していく場合になります。で、ご自宅が、倒壊の心配がなかったりとか、火災の心配が周辺地域ない場合は、慌てて震災救援所に避難せずに自宅で避難生活もできるということを、なるほど、とりあえずじゃあ家にいて待機という、そういうことになります。で、例えば、自宅が火事になってしまったりとか、あと、家が崩れてしまった、そういった心配がある場合には、震災救援所に避難するようにお願いします。なるほど。今の説明にもあったように、杉並区では震度5強以上の地震が発生すると区立小中学校など65箇所に震災救援所を開設します。ご自宅の状況に応じて避難してください。それでは自宅で避難生活をする際に役に立つ防災用品をご紹介します。最初は地震による火災を未然に防ぐ感震ブレーカー。震度5強以上の揺れを感知すると、自動的にブレーカーを落として電気を止めてくれる器具になります。ここの玉があるんですけれども、揺れによってこの玉がブレることで自動的にこうやってブレーカーを落としてくれるような仕組みとなっております。で、実は東日本大震災や阪神淡路大震災では発生した火災の、6割以上が電気関係が原因の火災だったんですね。こういった感震ブレーカーではそうした電気火災を防ぐことが期待されています。なるほど、水に防げると。はい、なるほど。僕らのライブにね、ライブのこの会場に設置しちゃったらさ、僕らが漫才しちゃったらすごいしちゃう。会場揺れちゃうから。アイスボライがそんなにおいおい。次にご紹介するのは、容量たっぷりですがコンパクトに収納できるウォーターバッグです。紐がついていて、このような形で、リュック形式で、背負って運ぶことができるもの。水をこれ背負えるんですね。そうです。あ、全然やっぱ楽だ。それあれ大丈夫、3リットルでも。3リットルでもなんかその重さをあまり感じないというか、ね、ちょっと歩いてみて。全然、結構軽やかな。手がどうしてもかさ使って埋まってしまうので、こういった背負えるものがあれば、便利にはなってくるかなとは。あ、でもこれすごい便利ですね。便利なんだ。水道が止まるとトイレも使えなくなります。そこで揃えておきたいのが、水がなくても安心なこちらのセットです。ここで凝固剤を先に用を足す前に、それ凝固剤を入れる。はい、凝固剤を入れます。はい、で中にも消臭剤も一緒に入ってます。なるほど、なるほど。これがこう用を足して、はい、ほうほうほう、だんだん固まってくるのが。あ、これでもうすぐ固まってるんですね。はい、なるほど。固まった後は燃えるゴミとして処分してください。かつての震災では、こういったところでライフラインが途絶えてしまって、トイレの処理が溜まってしまって、衛生状態が悪くなってしまうといった重要な問題ですよね。そうなんですよね。こういった周辺袋や凝固剤はぜひ備蓄して使っていただければと思います。なるほど。はい、水がなくても大活躍のグッズをもう一つ。こちらは泡の出ないシャンプーです。見たことない感じの。はい、これを手袋。手袋ですね。本当に
濡れてる感じで、あすごいウェッティです。はいはいはい、これで頭頭皮を洗うような、直でです。直でいける。はい、日頃のシャンプーに比べてどうかって。あでもすごいいい香りと清涼感すごいです、うん、あそうなんだ。でちゃんと濡れてる感じがあって、はいはいはい、じゃあ匂いも爽やかで、あすごい、うん、すごい洗ってる、洗いたての感じがする。洗いたての感じします。すごい涼しい。最後にご紹介するのはアルファ米のご飯セット。お湯はもちろん水でも OK という優れものです。さてお味の方は？普通に美味しい。本当に普通に美味しい、はいはい、うちの嫁の炊く五目ご飯より美味しいです。あやっぱりそれはねやっぱりどのくらい保存できるんですこれ。だいたい5年ほど保存できます。260g か。いやこれ、うん、美味しいわ。お腹いっぱいにもなりますし、まあ、あの8歳児避難している時の栄養の確保にも十分なるかなと思います。ご紹介した防災用品の購入方法はこちらのパンフレットに詳しく載っています。いざという時に役に立つ防災用品がたくさん載ったパンフレットは区役所防災課、地域区民センター、区民集会所などに置いてあります。葛飾福祉工場さんというところで、はい、まあ、郵便、ファックス、電子メールのいずれかの方法で申し込むようにお願いいたします。で、まあ、代金に関してなんですけれども、はい、まあ、商品お届けの際に支払いということになりますので、はい、こちらはご了承いただきますようお願いいたします、はい、まあ、ネットとかできなくても、はい、そうですね、ファックスとかご注文そうですねできるということですよね。こういったところの見本というのが区役所の防災課にありますので、はい、まあ、気になる方はぜひ手に取って見ていただければと思います。なるほど、すごいね。まあ、備えっていうことでね、いいですね。ますから注文、ね、していただければと思います。ぜひお願いします。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。